激辛マニアユッキーです。今日はですね、以前から食べたかった、こちら。じゃーん。ハバネロです。ね、生のね、ハバネロをですね、4つ、入手しました。なのでね、これをね、生でね、食べてみたいと思いまーす。ということでね、一応、水分を取っといて、ハバネロ、ハバネロはですね、どれぐらい辛いかというと、ハバネロは、辛さと、辛さはですね、確か30万ぐらいだったっけ。10万から35万ってなってますね、ハバネロ。で、一応、その他の、なんだっけ、鷹の爪、一般的に売られてる中で、まあ、唐辛子って言ったら辛いやつって言ったら鷹の爪なんですけど、鷹の爪が4万から5万。なんで、まあ、2倍から、7倍ぐらい。2倍から7倍の辛さを誇るということですね。それではね、食べていきまーす。よし。それではね、一粒いきますよ。いただきます。あ！しかもなんか、うまくない。まずい。唾を飲むと、唾が辛い。
ようやく、収まってきた。ちなみにこれね4つで400円でした。4つで400円、結構安かった。鼻噛んだら、また痒くなってきた。口をね、閉じるとね、辛い。口を閉じるとね、辛い。この、下の部分が、辛いんですよ。口を閉じると、この、下に、辛さ成分がついてるから、これを、舌をね、上顎にこうやってくっつけると、なんか、空気と触れてる方がちょっと冷たいじゃん。だからこうすると、あったかくなるから、辛さが、ここがブワーってくんねん。言ってる意味わかる。辛かった。しかもまずいし。ピーマンの、ピーマン、パプリカより青臭いからちょっとピーマン寄りみたいな感じの。でもピーマンよりかまずい。ピーマンよか苦味ないですね。だから結局さ、パプリカをさ、生で食ってるようなもんだよ。だいたいパプリカって、火通しで食うもんでしょう。まだ辛い。それなのにさ、そもそもさ、生で食う？唐辛子だって生で食わねえよ、普通。だいたいまずいんだよ、なんだろうな。大体まずいんだよ。でもね、テレビとかでよく言う、こうやって、手に触れても別に問題ないです。ただこの手を触れたところに、チンチンを触るとか、シコシコすると、多分、チンチンがものすごいことになるかもしれない。ただ手で触れる分には問題ない。で、これで手をこうやって目に擦ったりとかすると多分、うわーってなるかもしんないけど。あと、チンチンとかも。チンチンとかをこうやって、気筒をこうやってビャーってやったり、シコ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 やると、大変なことになるかもしんない。あー、辛かった。
だから、あー、辛い。まだ辛いよ。うわ。辛かった。まあ、ハバネロは、生で食うと辛いってことや。ああ、鼻水も、大変なことになってる。ああ、辛かった。ああ、辛い。ああ、まだ辛いよ。ああ、辛い。これあと3個か。どうしようかな。まあ、焼いて食うか。ああ。輪切りにして。カレーにでも1個入れたらいいかも。カレーにこうやって輪切りにして、カレーに一緒に入れて、煮込んだりしたら、美味しいかもしんない。これは辛い。辛さ度数は、辛さ度数、100だな。辛さ度数100だな。これは辛い。冗談じゃないぐらい辛い。ああ、辛かった。キャロナイラにリーパーだっけ？とかさ、ハバネロよか辛い、300万スコビルとかのやつ、あれとか食ってる人いますけどね。死ぬって。これでお前、これ35万スコビルでこの辛さだと、これあと10倍辛いとかなると、死んじゃえ。マジ心臓発作になるよ、心臓発作。心臓発作レベルで。ああ、辛かった。ということでね、皆さんもね、まあこれぐらいならね、普通にね、ハバネロぐらいなら1個食えるわ。頑張れば。ああ、ただこれよか、辛い、キャロライナリーパーとか、ああいう、やつは多分やめといた方がいいと思いますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。